後ろのマンション11階のですね、一室が真っ黒く焼け焦げています。火事の影響で窓枠もですね、なくなってしまっています。消防当局によると、部屋で充電していた電動バイクのバッテリーから火が出たということです。同じような火事は中国で相次いでいます。一部の電動バイクは免許不要ということもあり、利用が急速に広まっていて、当局は室内での充電を控えるよう呼びかけています。